ワット・プラ・マハータート・オーラ・マハー・ウィハーンは、タイ・ナコーン・シータン・マラート県にある仏教寺院の一つ、いわゆる王室寺院である。早くから、ジョーザブ仏教が伝来し、タイ南部における仏教の中心的存在であった。また、スコータ王朝時代にスコータへ僧を送り、タイ中部の仏教の伝来にも大きな役割を果たした。旧称はワット・プラ・ボーロ・マタートであるが、 現在ではこの名称は別の多くの寺院に用いられている。寺院の中心的存在である仏塔、プラマハタートは、地元の伝承及び歴史書においては311年のシュリービジャヤ王国時代の建設となっているが、実際には13世紀頃のナコーンシータンマラート、王国の建国者シータンマーソッカラートの建設で、アローと歴史学者は考えている。この時代には、この寺院は、 全盛期を迎え1万2000人の僧を抱えた一方、スコータイに僧を送り出すなど、体中部の仏教流星を促した。このため寺院の位置するナコーンシータンマラートは、ムアンプラと呼ばれるようになったほどであった。その後もマレー半島における仏教の中心地として、もてはやされ、ナコーンシータンマラートを代表する寺院としての地位を保った。ありがとうございます。